89.7 FM 宜野湾沖ステーションに公式 YouTube ツイキャスでは映像付きで、リスラジマイチューナーラジオでは全国放送でお届けするこの時間は、とてものラジオ第2ボタン、シャープ26をお届けいたします。さあ、この番組は心の第2ボタンを外して、開放感に満ち溢れた放課後感覚で、様々なトークコーナーをこの後14時半までお送りいたします。ぜひ、最後までお聞きください。よろしくお願いいたします。さあ、今回なんですけども、まあ、オープニングからこちらのコーナーに参りたいと思います。行きましょう。とてもの好き取り。さあ、毎回今回ですね、今週の一文字トークというのをやっているんですけども、まあ、本日は、まあ、ブラックフライデーの前ということで、いわゆるブラックサーズデーですね。そんな日だということで、まあ、いつもちょっとこう、ここではトークをやってから、まあ、好き取りのコーナーだったり、他のコーナーやったりしているんですけども、今回は初っ端、とてもの好き取りをやりたいなと思っております。まあ、いつもはね、3問用意してるんですけど、今回は、まあ、5問用意させていただいてまして、なんでかって言いますと、前回がね、ちょっと クイズコーナーが、できなくなってしまいまして、で、まあ、いろいろとね、出題してみたんですけども、知ったかめっちゃか自分の中でもしてしまったので これは立て直さなきゃいけないなと。まあでも、こっちもこっちでね、あれですよ。ブラックフライデーの問題するのもちょっとこう早かったかなっていう気がしていて、まあ、いよいよ明日がね、ブラックフライデー、ほんと当日といっても、当日という日ですから、その前のまあ木曜日、まさにこの時期にやるのが、まあ、より一層いいんじゃないかというふうに思いまして、まあ前回ね、出題したまあ3問も実は含んでまして、それはまあ復習として、また聞いていただいた方としてはボーナス問題として捉えていただきまして、さらにその追加して2問出題させていただくという、計5問出題の今回はまあブラックサーズデーにふさわしい特別な好き取りとなっております。ぜひともね、お手元に紙とペンをご用意していただいて、そして、まあ、ツイキャスではコメントの方も、募集しておりますので、そちらの方で回答をお寄せいただいても結構です。まあ、11月、買い物の秋、さまざまな、ね、商品が価格を様変わりさせて、現れて盛り上がる、まあ、そんな隠れた一大イベントがブラックフライデーでございます。それに関わるクイズ、5問を今回は出題したいと思います。皆さん、準備はよろしいでしょうか？それでは早速、クイズの方入っていきましょう。第1問からです。第1問はショッピングモールに関する問題です。イオンモールでは11月の20日から24日の間、イオン内で出店する東京発祥の大人気たこ焼きチェーン築地銀だこの33店舗で、まあ、6個入りのソースたこ焼きを45分間食べ放題できるキャンペーンを開催することを発表いたしました。まあ、これはですね、予約が必要で、まあ、店舗での当日の受付というのは不可というふうになってますので、全国のイオン店内の銀だこでは予約席完売の店舗が続出しているほど、このキャンペーンはすごく人気になっているということなんですね。そんな東京生まれの銀だこに関する第1問です。銀だこのたこ焼きはですね、特徴としては外パリ、中がトロの食感を、ね、生み出すため、鉄板で焼き上げた後、熱々の油をかけて揚げるというような工夫をしております。まあ、その技術なんですけども、ある中華料理の調理方法から社長をヒントを得て採用したということなんですが、さてこのヒントとした中華料理は何でしょうか？焼き上げた後、熱々の油をかけるという、この部分が特徴的な中華料理だそうです。さて、銀だこの手法に使われている、まあ、ヒントとなった中華料理は何でしょうか？これが第1問です。続いて第2問。第2問は、チョコレートメーカーゴディバの限定商品からの3択問題です。11月17日、三井ショッピングパークララポート、アウトレットパークなどの店舗限定で、ブラックフライデーにふさわしい、オールダークカラーな見た目のダークチョコレートを使ったチョコドリンク、
チョコリキサーが発売されます。実はこのチョコリキサーには、チョコとは違うですね、香ばしく香る後味を堪能できる、黒色のある食材も使われております。それは次のうちどれでしょうか？3択になってます。1番、黒ごま。2番、黒トリュフ。3番、黒胡椒。さあ、どれでしょうか？どれも使われててね、意外な食材かと思います。ゴディバのチョコリキサーに使われてるチョコとは違う黒色のある食材はどれでしょうか？ 1 番、黒ごま。2番、黒トリュフ。3番、黒胡椒。どれでしょう？さあ、ここまで2問はね、前回、もう出題させていただいた復習問題となります。今回2問が新しい問題です。続いて第3問ですが、とあるアンケートデータからクイズをしたいと思います。ブラックフライデーでですね、自分用の商品を購入すると、答えた海外在住歴のある日本人にアンケートを取ったところ、冬の海外生活で恋しくなった日本の商品ベスト3というものが発表されました。3位は入浴グッズ。2位はこたつ。では、1位は何でしょうか？海外在住歴ある日本人にアンケート、冬の海外生活で恋しくなった日本の商品。3位は入浴グッズ。2位はこたつ。では、1位は何でしょうか？まあ、2つよりかは安価なグッズが1位になったという感じですね。これがヒントでございます。さて、何でしょうか？これが3問です。第3問目です。続いて第4問。第4問はブラックフライデー期間中に活動を行う取り組みから問題です。カスタムオーダーしたビジネスウェアブランドを展開するファブリック東京は、ブラックフライデー期間内での大量生産、商品により購入したものの短期の使用で廃棄となった商品が多いという問題に焦点を当て、商品化されず工場に残った生地でオーダーメイドアイテムを販売して、消費者に長く利用してもらう取り組みというのを今年も行っております。さて、この活動のことをブラックフライデーに対し何フライデーというでしょう？これはね、極端純にも考えていただいていいネーミングですので、簡単な問題となっております。ブラックフライデーに対し何フライデーというでしょうか？ファブリック東京がやってます。カスタムオーダーしたビジネスウェアブランド展開するファブリック東京で、使われてない生地をオーダーメイドアイテムとして蘇らせて販売することで、長く利用してもらう取り組みをブラックフライデーに対し何フライデーというでしょうか？これが第4問です。そして最後、第5問目です。こちらはブラックフライデーの由来から問題を出したいと思います。11月の第4木曜日の翌日、まあ今日の翌日ですね、お金曜日を指すブラックフライデーですが、日本語では黒字の金曜日と称されていますが、1961年アメリカで生まれた際には、真っ暗な金曜日というふうに呼ばれていました。ここで第5問目です。真っ暗な金曜日というふうにネーミングをつけたのは、ある職業の人が、街中は仕事や買い物で人が、溢れ返っている日であることから名付けられた名称なのですが、この真っ暗な金曜日と名付けたのは何の職業の人だったでしょうか？まあ、よく外にいるような、職業の方がネーミングをつけたというところ、まあ、これがヒントになりますね。以上、5つの問題が今回のブラックフライデーに関する問題でございます。まあ、すべての、ね、問題、一応おさらいしておきましょう。第1問目です。銀だこのたこ焼き、外パリ、中トロの、食感を生み出すために、熱々の油を焼いた後に、かけて、揚げるという工夫は、何という中華料理からヒントを得た調理方法でしょうか？続いて第2問、ゴディバの限定商品、ショコリキサー。ショコリキサーオールダークカラーなんですが、チョコとは違う香ばしく香る後味を堪能できる黒色のある食べ物を使っています。それは次のうちどれか？ 1 番、黒ごま。2番、黒トリュフ。3番、
黒胡椒。これが第2問です。第3問はアンケートクイズ。海外在住歴のある日本人にアンケートを取ったところ、冬の海外生活で恋しくなった日本の商品ベスト3が発表。第3位は入浴グッズ、第2位はこたつ、第1位は何でしょうか？こたつって考えてたのにっていう人もいたと思いますけども、それよりもそのはるかに安いものが第1位に輝きました。さて何でしょうか？冬を思い出してください。そして第4問、ブラックフライデー期間中にファブリック東京が行っている取り組み、オーダーメイドアイテムを、工場に残った商品化されない生地を使って販売することで消費者に長く利用してもらう、この取り組みをブラックフライデーに対し何フライデーと言うでしょうか？ブラックフライデーに対し何フライデーと言うでしょうか？これは単純にね、まあ、対しという言葉に、もう、従っていただいて回答していただければ正解できる問題です。これが第4問です。そして第5問はブラックフライデーの由来から、真っ暗な金曜日というふうに昔は呼ばれていましたが、この真っ暗な金曜日というのは何という職業の人が名付けた、名称だったでしょうか。たくさん人がいることから名付けられたということです。これを見かけたのはどんな職業の方だったんでしょうか？という5問です。さあ、皆さん考えておりますでしょうか？まだまだ時間ございます。CM の後にですね、スキドリのこちらの5問の答え合わせをいたします。それまでじっくり考えててください。それでは CM お願いいたします。大丈夫ですよ。パーティーみたいなことがなんか ああ、なんかやってはるんすか？ あ、はいはいはい。うん。いや、いいです。楽しそうな声聞けるので、全然。はい。そのブースの声頼り、そのままの勢いでいきたいですね。FM797FM ぎぬわん、この時間はとてものラジオ第2ボタン、シャープ26をお届けしております。今回はブラックサーズデーと題しまして、とてものスキドリスペシャルということで、ブラックフライデーに関する5問をお届けしております。さあ、皆さん考えておりましたでしょうか？答えは出揃いましたか？ 5 秒前です。5、4、3、2、1。はい、終了です。お疲れ様でした。今回はね、5問だったということで、ちょっと大変だったかと思いますが、ためになる答え合わせ、いってみましょう。さあ、第1問です。食べ放題45分の食べ放題をしているキャンペーンを開催している、銀だこの外パリ中トロの食感を生み出すために、熱々の油を焼いた後にかける製法を行っています。何という中華料理からヒントを得たものか。正解は、北京ダックでした。はい。こちら創業者のね、佐世盛夫さんが、アヒルの皮を油で流してカリカリさせる北京ダックの作り方から、開発された製法だそうです。続いて第2問、チョコレートメーカーゴディバの、限定商品、ショコリキサー、オールダークカラーを生み出している、チョコとは違う香ばしく香る後味を堪能できる黒色のある食材は、黒ごま、黒トリュフ、黒胡椒、どれでしょうかという問題。正解は、1番、黒ごまでした。はい。まあ、正式な商品名にもですね、ブラックセサミショコリキサーというふうに、ショコリキサーの前にね、ブラックセサミ、黒ごまのね、英語が付けられているネーミングとなっておりまして、こちらはですね、結構期間長く楽しめて、12月31日まで購入可能ということですので、クリスマスの時期にもぴったりな
商品となっております。ぜひお買い求めください。続いて第3問、アンケートデータクイズ、本日から入った、新しいクイズですね。ブラックフライデーで自分用の商品を購入すると答えた海外在住歴のある日本人にアンケート。冬の海外生活で恋しくなった日本の商品ベスト3。3位は入浴グッズ。2位はこたつ。では1位は何でしょうという問題でした。正解は、使い捨てカイロでした。カイロと書いた方ももちろん正解です。この理由に関しましては、まあ、海外には気軽に手に入れるこう防寒グッズというものは、なかなか普及していないため、かつ、まあ、安価で手に入りやすいということも思い出されて、まあ、恋しくなったというふうに答えた方が、アンケート答えてくださった全体の37.5%が回答したと。ということです。まあ、確かにね、外国行くと、まあもちろん物価は高かったりとか、そういうのあるかもしれないですし、まあ貼るタイプであったりとか、まあ持ち歩けるタイプももちろんありますけど、いろいろとね、出てきてますからね、100均でももう手に入るぐらいの、大量に手に入ることができますからね、カイロとかは。確かに外国に行くと、ない発想であったりとか、なんかブランドが生み出してるっていう風になったとしても高いかもしれないですよね。確かに恋しくなるはずです。はい。使い捨てカイロが1位でした。続いて第4問も新しい問題ですね。ブラックフライデー期間中にファブリック東京が行っている取り組み。工場に残った生地でオーダーメイドアイテムを販売し、消費者に長く利用してもらうこの取り組みをブラックフライデーに対し何フライデーというか、正解はホワイトフライデーでした。ただブラックを、ね、逆転させればいいという、簡単な問題のネーミングでしたけども、こちらも未開発の生地をオーダーメイドすることによって、まあ、これもアンケート実際にファブリック東京さんで、行ったらしく、まあ、愛着が湧いて、まあ、好みのデザインを手に入ることができるので、まあ、使い終わった時期だとしても、まあ、なかなか捨てづらい感情を持つぐらい愛着が湧くと。で、まあ、ただ捨てるっていうのももったいないので、まあ、リサイクルショップに出したりとか、または別のものに、生まれ変わらせるというような、再利用も見通せるというふうに、まあ、利便性の高い商品を実現できるのが、このオーダーメイド製法だということで、SDGs に貢献した取り組みとして、今もなお、注目されています。今年もね、この取り組みが行われているというそうなんで、まあ、工場に残った生地っていうのを、まあ、使うっていうので、まあ、なんすかね、継ぎはぎっていうか、まあ、いろんな柄だったり、色だったりとかが、組み合わさってるデザインもあったりするのかもしれないですし、まあ、多くこう大量にこう工場に残っている生地っていうのもね、同じ生地が残っているという場合もあって、それがどのように、生み出されていくのかっていうのも、なんかこういうオーダーメイドっていうのはどこまでが可能なのかっていうのもね、ネットで調べてみると、もう自分に沿ったなんかデザインとか、これももしかしたらできるんですかって言ったらできるっていうようなね、まあ、自分のアイデアが通りやすいような、まあ、より一層希望に合った商品をね、手にすることができるかと思いますので、このオーダーメイドで、まあ、大量生産、消費っていうので、まあ、問題視されている、ブラックフライデーでも問題視されているところをうまくカバーしている取り組みだな、なんていうふうに僕は思いますね。調べてみたいなと思います。これが第4問でした。ホワイトフライデー、ぜひとも注目してください。そして第5問、最後ですね。ブラックフライデーの由来から問題ですね。日本語では黒字の金曜日というふうに称されますが、昔は真っ暗な金曜日というふうにアメリカでは呼ばれてました。この真っ暗な金曜日というふうに呼んでいたのは何の職業の人だったでしょうかという。正解は警察の方でございました。まあ、アメリカ・フィラデルフィアの警察から始まったこの真っ暗な金曜日というワードですけども、このワード不快感を招いてしまうということで、まあ、後にビッグフライデー、そしてブラックフライデーというふうに変化していったようです。で、ちなみにこのブラックというものは、まあ、世界的な株価大暴落の出来事であります、ブラックマンデーから、まあ、連想されて付けられたとも言われています。
ということで、前回分も含めて全5問を今回お届けすることができました。さあ、皆さん、なかなかのね、タフな、スキドリなね、5問を、お楽しみいただけたかなというふうに思うんですけども、5問中何問正解できましたでしょうか。2023年もね、終盤に差し掛かりましたので、会話性のないまま、来年度に向けてのお得な買い物をね、くれぐれも、怪我のないレベルで 会場に出陣していただければと思います。ニュースで見るスーパーとかバッて開いた時にガーって入ってくるじゃないですか。何人か怪我してそうな気がするんですよね。しかも年齢層もなんか40代、50代の人が多いから、想像ですけど、転びやすいでしょ。転びやすくてなんか人に埋もれてガダーンってなんか倒れたりしたらなかなか大変やなと思うんです。くれぐれそういうなんか怪我のね、元みたいなのも原因とかも 作らないでいただきたいなというふうに思いますけど、慎重にネットからでも楽しめるのもたくさんありますから、はい。まあお得なものはお得に買っていただいて、大事に使っていただきたいと思います。以上、とてものスキドリのコーナーでした。それでは、ここで一曲お届けいたしましょう。ドリームズカムトゥルーで、決戦は金曜日。14時からお届けしてまいりました。とてものラジオ第2ボタンシャープ26エンディングでございます。今回はね、なかなか攻めた内容ということで とてものスキドリ、5問を出題させていただくというような内容でお届けいたしました。オールクイズのね ラジオというのもなかなか珍しいかなとは思いましたけども。まあなんかやってみて、ね、繰り返し聞いてはいただきたいですね。アーカイブでね、FM ギノワさんの方で載せてくださいますし、YouTube の方で。で、まあ、ツイキャスの方でも見ることできるかな。で、今回はインスタグラムの方でも、生配信してますんで、そちらの方も、ご覧いただきながら、まあ、復習兼ねてね、解いていただいて、ブラックフライデーのね、時に、まあ、他の取り組みで、かつ、商業的なことでね、ホワイトフライデーなんていうような、別の、ちょっとこう、ブラックフライデーに対してやってるっていう、そういうお店もあったりするっていうのも、ちょっと驚きでしたね。でもなんか理由とか聞いてみたら、あ、確かに大量、このブラックフライデーのために、そのためだけにちょっと大量に作って、結果売れない分、無駄になって廃棄するっていう風になってしまうと、だいぶ無駄になっちゃいますし、で、買ったとしても、ちょっと、なんだろう、ちょっと値段に負けて、で、これから使うかどうかっていう、長く使うかどうかっていうところを、なんかこう考えてみると、あ、結果買ったけど使わなかったなっていうふうになった瞬間に無駄になっちゃって捨てちゃうっていうね、ことも、あ、改めて考えてみたらそういうこともなくはなかったなっていうふうに思う方たくさんいたかなっていうふうに思いますんで、このホワイトフライデーファブリック東京さんの取り組みっていうのは、僕服好きですし、です。なんか、そういう、いろんな記事とかを合わせて、
やってるような、商品とか、もし作れるのであれば、僕そういうの好きなんです。クレイジーパターンの 服とか大好きなんで、だからぜひともジャケットがあったらね、着てみたいな、なんていうふうに思いますんでね、皆さんも、ちょっといろいろな、ブラックフライデー内での、まあ、出来事だったりとか、イベントだったり、商品情報だったりとか、そういうのもね、もうすでに調べてる方たくさんいるかと思いますけど、もっとだんだん奥深くまで知っていただければいいなと思います。また来週もですね、この時間、木曜日、次回は通常放送になるかと思いますが、まあ、トークも合わせて、また木曜の14時にお会いできたらいいなと思っております。本日もありがとうございました。お相手は、もちろん、とてもでございました。ありがとうございました。